魚の礼、はい、ちょっといつもと違うんですけど、はい、せいやさん、いつもと違う、どこが違うか分かりますか？はい、ちょっといつも一緒にいるから、いや、この、ちょっとこれ当ててもらわんと。はあ、これ分かる？これ、今ここで見て、このああ、まあ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 、お前そうと、ね。この普通に正面見て、ああ、はい、普段の対面で座ってるから分かると思うんはあ、だよな、正面で分かる。この金玉の話やるがボケ、チンチンが2個になってる、見えへんやんけ、な、見えへんし、なんてな、チンチン2個、例えの方がきしょいねお前な。いやいや、この粗品が変わったとこ、この畑さん分かりますか？畑さん分かった？この畑さん分かった？ああ、やったらこの、じゃあこの台本、台本丸めて筒にするんで、俺にだけ分かるように言うてください。はあ。いいともやん。いいともか、この IQ サプリでマスターに直接答え言う時のやり方やん、この。惜しかったんや。惜しい。惜しいんや、いや、めちゃくちゃ惜しかった。野上くんわかる？野上くん。ああ、でもあれか、ヘッドホン越しに言うたら、このせいやさんにも聞こえるから、この。いや、もう別にじゃあちょっと、じゃあ、けどな、この筒で。いや、じゃあ、もういいともやん、お前。入ってきて、ブースに。いや、もうお前、タモリさんやん、じゃあ。いやいや、もう意味わからんって、お前な。で、ああ、違う。誰がコンタクトレンズ変えたよね。ああ、おもんない。コンタクトとかではないんや、この女子みたいなことせん。ああ。いけますか、せいやさん。まあ、ちょっとわからんけど、この、いく。いきます。じゃあ、はい。髪の毛が、おお。まあ、髪の毛というか、前髪の、おお。色をはい。少しだけ明るくした。誓いまピタリす。賞の時の羽鳥さんやん、お前。ピタリ賞の羽鳥さんの温度差やん、お前な。いや、正解は、ああ、はい、正解、はい、まつげを、この、まつげ、これちょっと伸びすぎて、まばたきの時に目に入るから、はあ。0.01 ミリだけ切りいました。やー、コンドームでしか効かん距離。距離。お前の長さとかじゃなくて。お前のまつげは相模オリジナル。誰がやねんな。まつげは岡相模本オやリろ、ジナまルだ。お前。な。吉本所属やねんから。もう、会長の名前取って岡本やろ。もうお前はバトルドームです、ほんま佃に。オリジナルやろ、あれ。バトルドームです、お前は。静止ドームとかあんのか、ボケ。静止を相手の万比に危シュート。ない静止をで相手の万比にシュート。俺きっかけで番組終わるとこやった、今。もううかつに言わんとこ。もう。まつげ切った話とかな。いや、そんな、まつげ切って番組終わるとこやった、今。いや、そんな、お前、風が吹けばおケアが儲かるみたいな言い方せんでええねん、お前。なあ。まつげを切ればラジオが終わる。はい。危ない。いや、いい加減にしてくれよ、ほんま、お前。